5メーター以内にはつけておきたいですね。これで逃がしてしまうと、はい、ラストの先頭、このまま逃げ切るか。畠原、このまま先頭で逃げ切れば初優勝。畠原今1着フィニッシュ。吉井さんも1組で1着を取るいい走りだったんですけれども、はい、ちょっと最後の直線に来ました。先頭は今泉、はい、内側から野田山も来ている、佐藤も来ている。やはりママダ君がここで、早稲田のママダが上げてきたぞ、はい、ママダ逆転した、ママダ逆転優勝。柳田いいスタートを切ったか。6レーンの宇野も速い。柳田上げてくる、柳田上げていく、柳田伸びがある、一人先頭、柳田今優勝。速報10秒19、追い風 0.4m です。アンカー最初に筑波が動いていった。その後ろ東洋の柳田追いかける。柳田が来た、東洋が先頭か。東洋逃げる、東洋逃げる、筑波が追う。東洋大学優勝。柳田逃げ切りました。右手を高らかに上げてガッツポーズ。まあ東洋大学については、まあ、柳田君いいスタートは4レーン奥野か。隣のお金もいい。さあ上げてきた、倉重が来た。倉重伸ばしている。ご覧の3人が速い。先頭は倉重か。倉重が先頭で倉重優勝、11秒75。勝ち方っていうのは彼女が一番よく分かってると思うんで、はい、さあ最後はアンカー奥野に託します。記録更新なるか。さあアンカー奥野、フィニッシュラインが見えた。進んでいく奥野走る。先頭は東南大学、アンカ